レーナに到着しましたね。ダメだ。こちらの言葉は届いていない。さっきのやつじゃないんじゃない？これ。やはり操られて。やるしかないのか。ここで行くさまた。嘘。マジかよ。このタイミングで早速戦いなんだ。ちょっとマジかいな。またさっきも戦わなかったっけこいつ。あれけどそんな強くなくね。あれちょっと待てよ。ボス戦かなと思ったんだけどボスじゃねえよな。まあ、さっきはボスだったんだけどこれボスじゃねえよな。あれ雑魚的バージョン。何雑魚的バージョンって。おお、すごいな。けどさっきと全然違うよね。まあ、さっきはボス扱いだったけど今回のやつは雑魚的として出てるってことか。いやけど雑魚って言ってもさタフだな。体力はありますね。結構体力高くねえか。割とボコってる気がするんだけど。あ、頼む。さあこれでどうだ。けど言っても単体で体力は2万3万ぐらいはあるんじゃないかな。これ2、3万ぐらいありそうですね。まあ、雑魚にしては結構高いんじゃないでしょうか。もうちょい高いんかな。けどそんなに攻撃自体は痛くはない。まあ、さっきはさ攻撃やばかったけど今回のはそんなですね。おい、いいね。物理で殴ってくっていいよね。よし、さあいいね。ダメージいいね。結構入ってくよ。2万近く入るのはいいよ。さあ終わったか。まあそんなに大変ではなかったけどちょっとびっくりしたな。アルフェン、あいつらのやったことは許せない。だが自分が何のために戦っているかもわからないまま死んでいくなんて。戦闘民族みたいな。俺と何が違うって言うんだ。まあ同じやな。被害がさらに広がる。辛いことだ。分かっている。悔しいが悩むのはこれが最後だ。また襲ってくるのかな。迷えばやられる。いいね。っていうことでおこっちの方か。これどうなんだろう。ちょ一回戦ってみるか。よいしょ。これさどんぐらいなんですか。レベル高いな。経験値がどれぐらいもらえるのか、そこがね個人的に気になるところ。何歩ぐらいもらえるんだろうね。まあ、最後のダンジョンというところで結構もらえるんじゃないかなと思うんですが、果たして経験値いくらもらえるのか非常に楽しみなところでございます。けど本当にこれラストダンジョンですよね。ガチのラストダンジョンじゃないでしょうか。おそらく動画自体は1週間後とかに出ると思いますが。いやけどため撮りの数がすごいからさ、これいつ出るんだろう動画。下手して2週間後とかに出るんじゃねえかな。まあ順番に出してるわけじゃないからさ、割と適当に出してるんでいつ出るかわからないけど、下手したら2週間後に出ますね。なので時系列は結構バラバラかもしれません。ただタフだなやっぱり。まあ、結局コンボ決めたらダメージ受けずにボコボコ殴れるわけなんですけど、体力がすごいよね。敵の体力がすごい。本当に雑魚と思えないな。で決めまくりましょう。けど CP はだいぶ余裕がありますね。これさ最終的にレベルどれぐらいまで上げないといけないんだろう。結構上げないといけないよねこれ。ラスボスがどれぐらい強いのかわかんねえわ。さあなんぼですかね。うっそー、これだけ。しょぼくね。俺のレベルが高いのか、それとも。もうちょっとちょうだいよ経験値。少ねえな。もうちょっとくれてもいいんじゃないのこれ。いやけどさ雑魚的とはやっぱり強いから
部屋全体が昇降機のようだ。そこの装置で操作するのだ。できるだけちょっと連戦は避けていきたいな。貯水化が進んでるか、悲しいね。へえ、ヘルガイムキルか、なんか切ないな。え、待って、なんか現れたんじゃないこれ。どっから湧いてきやがった。マジでそれだよ、どっから湧いてきたんだよ。強制戦闘かよ。強制戦闘はやめとくれ。さあ殴れ殴れ殴れ。ガチのラストダンジョン頑張っていきましょう。お、これでどうだ。うわ、ボコボコだよ。なんかぐちゃぐちゃすぎて何が起こってるか分かんねえな、これ。いいねいいね。さあお前ら頑張れ。けど雑魚敵とはいえやっぱタフですよね。さっきも言ったけど体力がねとにかくあるわ。カオスフィギュア出てるんだ、レベル38なんだ。でもこいつさ、前のダンジョンでもいましたよね。2つ前のダンジョンが多分、確か2つ前のダンジョンでいた記憶あるね。ってことはそんなに経験値もらうことできないんじゃないかな。まあレベル52とかのやつはそこそこもらえるんじゃないかなと思っているんですけど、レベル38じゃもらえねえだろう。なんか場違いな感じがするような、レベル38が1匹いると。けどカオスフィギュア出てきてるけどレベル50とかに補正されてないんだ。38は38のまんまなんですね。しかもレベルもそのままなんだ。あいあいあい。ってことで殴ってゴーウェイ決めていく。1万。さあどうだ。てか戦闘時間長いな。これどれぐらい戦わないといけないんだろう。大変そうだな。よいしょ。さあ殴れ殴れ殴れ。雑魚敵相手にも普通に3、4分ぐらい戦わないといけなさそう。割と戦ってんだけどな。 B ブラストってやつがいるのか、かける2か。こいつ結構タフだな。けどまあ火力的にはそんなにって感じ、戦ってる感じだと。うん、けどずっと連戦だからやっぱり CP とかが徐々にきつくなってきますね。具体的にどれぐらいこれから戦わなきゃいけないかわからないけど。さあ呪文を唱えていきましょう。よいしょよいしょ。うえい。タフすぎ、タフすぎ、これむっちゃタフ。よいしょ、タフすぎる。えぐいな体力。サンドバッグやんこれ、完全にサンドバッグ。さあいけ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 。長期戦だな、くっそ長期戦。よいしょ、どうだ。オッケー、いいね、素晴らしいよ、いいね。多くないですか。え、めっちゃ出てくるな。え、新手やばい、連戦すぎる。これはこれは連戦すぎるよ。これはすごいな。いやーやばいね。よいしょ、どうだ。いいね、くそ、これどれだけ戦わないといけないんだ。嘘だろ、待って、え、これさ一回戻ったらもう一回戦わないといけないパターンなんかな。ちょ、空飛んでんのがうぜえよなこれ。よいしょ、さあいけ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 い。よいしょ、いけー、殴れ殴れ殴れ、殴ってくれ。やばい、敵が多すぎ。え、てか敵多すぎない。え、これ無限に湧いてくるってわけじゃないな、終わりはあるよな。やべえぞ。まあ、CP と体力はまだ持つんだけど、まあ、レベル上げしっかりしてきたからどうにかなってるだけだって、これレベル低かったら結構しんどいぞ。これラストかな、多分ラストではないでしょうか。
いけ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 、よいしょよいしょ、うおー頑張れ、もうちょっといけ、さあいけ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 、よいしょ、どうだ、うーん、うーん、長いね、これだけ連戦したの久しぶりじゃない？これで終わりかな？経験値やば、雑魚敵倒しただけに1万8000もらえた、やば、1万8000もらえたんだけど、なんじゃこれ。まあラストダンジョンっていうのもあるんだろうけど、すげえなこれ。ズーグルかどうかわかんない。これやばいね、強制戦闘また起こるかな。え、ちょっと体力やべえぞこれ、体力はやばい。これどこ行ったらいいの。上層2階入り口、これ戻った方がいい、戻って、いやこっちでいっか。え、なんか3階に行けるんじゃなかったっけ、なんか迷路みたいな、どこがどこだか分かんない。あら。なら、このまま降りていけば精霊に会えるわけか。あら。あら。うわあ。じゃ戦うか。まあ経験値もらえるからね。よっしゃ。殴れ殴れ殴れ。体力すごいよなこいつら本当。まあ雑魚とはいえなかなかタフでござるよ。てかこれってさ、ズーグルではないのかな、どうなんだろう。まあ見た感じだとズーグルって感じがするんだけど、俺の中では。ただこの人たちからしてみると違うんでしょうか、どうなんだろうね。おこいつ結構柔らかいな、こいつ結構柔らかいよ、柔らかいね、いいね。やっぱりちょっとね、多くの数を一気に相手するときついな、めちゃくちゃ。ひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。戦うべき？かける3か、かける5だったらきつかったな。これは逃げた方がいいのかな、どうなんだろう。どれぐらい戦わないといけないかわからないからな、長さがわかんねえな。レベリングもした方が俺多分いいと思うんだよな。ってことになるとやっぱ戦った方がいいのかな。ちょ判断難しいよねこれ。よいしょ、さあ殴れ殴れ殴れ、終わりだって言いつつ終わってはないんだよな。終わりだって言いつつ終わってはないんだよねっていう、うん、終わりだって言うのは楽なんですけど、終わりじゃねえんだよなっていうね。さあ頑張りなさい、いけ、どうだ、いいね、いいじゃないですか、どうだどうだどうだ、おいきついな。ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。これずっと続くのか。まだチャンネル登録を済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあねー。